買ってみたら意外とめちゃめちゃ良かったコラボです。どうも中尾と申します。はい、今日ですね購入品紹介になるんですが、今日買ってきたアイテムはですね、割と運命的というか、まあちょっとそんな絶対買おうって俺絶対今日買うわこれと思って行ったわけじゃなくて、まあちょっと欲しいなとはもともと思ってたんですけど、ズワイビで営業時間ちょっと前に店の前にたまたまいて、まあ、入ったらあって来てみたらよくて買ったっていうようなアイテムとなっております。はい、まあ結果めちゃめちゃ良かったんですけれども、僕のことよく見てくださってるねありがたい方々はあれだろうな、あれのこと言っとんやろうなみたいな感じで思ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、だからねそれをご紹介していこうと思います。では今日買ってきたアイテムはこちらでございます。はい、こちらでございます。コムデギャルソンオムと書いてあるショッパーでございます。はい、この前1個前の動画だと思うんですけれども、阪急さんで買い物させてもらった動画があると思うんですよ。この帰りに阪急出るじゃないですか。阪急出て営業時間になったんですよね。基本僕撮影って営業前っていうのが多いんですよ。ちなみに阪急さんのガラージュディエディットの向かいが、まあ、ギャルソンだったんですよね。着れるんだったら着てみたいなっていうところで、まあ一回ねそのまあ、出てその外で待って、で営業してからまた入っていって、まあ、試着してみてめちゃめちゃ買ったんで買ったっていうようなアイテムとなっております。今回買ったアイテムはこちらでございます。アイジュンや渡辺マンとストゥーシーのコラボのカットオフフーディーですかね。まあフーディーでございます。はい、こちらですね。こちら買わせていただきました。ありがとうございます。ちょっとねショートでもまあ今気になるアイテムみたいな感じで僕話させてもらって、その中の一つとして挙げさせてもらったんですけれども、まあ本当に結構欲しかったアイテムではあったんですよ。まあ、ただね僕以外にもやっぱり発売日に駆け込んでるお客さんっていうのはいて、まあただそんなめちゃめちゃ並んでるとか買えないとかはなくて、まあだから制限とかも特にないので、まあ普通に歩いて営業時間に行ったら買えたっていうようなアイテムでございました。気になっていた方も多いんじゃないでしょうか。ちょっとねまあ書けようかな、ハンガーとかに。こちらがですね価格が、税込み 66,000円となっております。初めてかもしれないです、見たのグアテマラ製って。おそらくなんですけれども、ストゥーシーさんで定番に出されているベーシックストゥーシーフーディーと同じかなって感じでございます。ルックで 24SS の純也さんのルックでもね出てたんですよ。モデルの方がこれ着て、で下に結構太めのカーゴ入ってたんですよ。まあそのカーゴもかっこよかったんですけど、そのカーゴはね金額結構エグくて17万とか17万8万とか後半だったと思いますね。上のストゥーシーのフーディーで、まあ、あ、コラボするんやみたいなちょっと話題となっていたアイテムとなっております。ジュンヤさんって、まあ、ギャルソンの中の渡辺ジュンヤさんっていう、まあ、すごい有名な方がやられている、ジュンヤ渡辺とか、ジュンヤ渡辺マンとかやられているブランドになるんですよね。まあ、服好きな方って聞いたことある方多いと思います。まあ、ギャルソンの中のブランドって感じですかね。はい、ジュンヤ渡辺マンっていうものに関しては、2005年からある、まあ、セカンドラインって言ったら分かりやすいんですけれども、まあ、エントリーで、まあ、買いやすいような金額のアイテムが多かったりとか、ジュンヤ自体が、まあ、メインラインに関しては、結構癖強いアイテムというか、まあ、さすがギャルソンから出ているだけあって、おーってこう、わーすっごい服やなみたいな変わった服が多かったりするんですよね。それよりは、まあ、割と着やすいようなアイテムが、まあ本当にこれ見ても分かる通りかなり着やすいというか、あれハトメとかすごいんですごい服だなと思うかもしれませんが、服好きからしたらまあ着やすいんじゃないっていうようなアイテムが多いです。そのラインとストゥーシーのコラボのアイテムとなっております。このコラボは初コラボとなっていて、初コラボだし、このコラボのアイテムって大体何型か出るんですよ。少なくても2型3型ぐらいは出たりするんですけど、今回この1型だけなんですよね。だからもう本当に今回このストゥーシーとジュンヤさんのコラボっていうのはこのアイテムだけとなっております。なんかもっと出ないんだって感じですね。 T シャツとかぐらい出るかなと思ったらこのフーディーだけだったっていう感じでございます。でこれがですね、まあ66,000円っていう金額は結構僕絶妙だなと思っていて、もともとこのフーディーって、まあ、ベーシックストゥーシーフーディーっていうこういうストゥーシーのフーディーがあるんですよ。定番のアイテムがあって、まあ、誰もが見たことあるようなフーディーがあるんですけれども、そのフーディーの、まあ、袖がカットオフされて、まあ、ハトメがねこう施されてるんですよね。一つ一つガーって両肩、そうです、はい、両袖か、まあ、結構大きめに取られていて、これ僕ね今回L サイズ買わせてもらったんですけれども、なんかのスウェットとかニットとかの上にいてねみたいな感じのデザインで、まあ着るのが着やすいかな、まあそういう風に着たいなと思って今回買わせてもらったんで、まあちょっと大きめの L サイズにさせてもらいました。めっちゃでけえってこともないです。M も大きかったんですけど、まあ L で問題ないかなっていうような感じではありましたかね。言うたら、まあリメイクものって言えなくもないみたいなアイテムなんですよね。タグ部分とかも、まあストゥーシーって書いてあるんですよね。まあ、その下に、こう、アイジュンや渡辺マンと、はい、タグが入っているって感じでございます。さっきから言ってるそのベーシックストゥーシーフーディーっていうのが、まあ、2万5000円ぐらいなんですよ。袖カットオフしてコラボで、まあ、ちょっとかっこよくなっていて、まあ、6万6000円っていうところが、まあ、3倍ぐらいですよね。まあ、だいぶ絶妙だなって思いましたね。本当に。なんかこれ多分ね、4万とか5万円ぐらい、4キュッパとか4パチとかだったら多分めっちゃ嬉しさと思うんですよ。なんかうまいこと6万6000円っていうところで、やっぱ定価では買えないって感じはあるんですけれども、そんなめっちゃ上がってるって感じもしないんですよ。まあ、多分中古で見ても7万とかそれぐらい。多分かなりバランス良かったんじゃないかなって感じは。いたしますかね。こちらがですね、このフーディーを着ている感じとなっております。電子の写真とかはね、こんな感じとなっております。はい。まあ、ということで結構インパクトあるアイテムとなっております。これで
L サイズですね。どうです、この感じです、わかりますか。今黒に黒着てるんですけれども、まあわかりやすく言うとこの辺ですね。ここで分かれております。ここまでが、今回のコラボアイテムとなっております。このハタメ部分のデザインがやっぱかっこいいんですよね。なんかうまいこと、まあ、ストリートとモードを掛け合わせたようなデザインとなっていて、胸部分にストゥーシーのロゴが入っていて、まあ、後ろにもバック部分にもかなり大きくプリントが入っているというアイテムになっているんで、まあ、ベースは本当にさっき出た定番のフーディーと全く同じというかほぼ一緒でございます。まあ、最大の特徴としてはやっぱりこのハタメ部分ですかね。この部分で切られてるところが、まあ、ちょっと肩落ちるぐらいにはなるので、まあ、今のファッションとも合わせやすいというか、まあ、かなりバランスよくできてるかなっていうようなデザインとはなっております。合わせやすいですね。まあ、下僕こういう黒のスウェットとかニット着ること本当多いんですよ。まあ、そうなるとやっぱりかなり着やすいっていうのと、春先ちょうどいいですね。まあ、中起毛してるんであったかいんでアウターイラスでまあいけるっていうところもまあ便利かなって感じではございます。まあ、ストゥーシーのコラボって結構やっぱり僕名作多い気がしてて、去年とかもアワレガシーさんとやったりしてたじゃないですか。まあ、今手に入らないもので好きなものだと、まあ、キココスタディノフさんが学生の頃にコラボしていた、まあ、ストゥーシーとのコラボアイテムとか、まあ、リメイクのアイテムとかも、まあ、基本このフーディーだったりロンティーを使われたりしてたんですけれども、やっぱりそういうアイテムってね、なんか惹かれるものがめちゃめちゃ多いんですよね。まあ、男子だとやっぱ惹かれるところが多いというか。で、ストゥーシーってやっぱかなりもうゴリゴリのストリートブランドじゃないですか。ゴリゴリのストリートブランドなんですけれども、やっぱりそういうファッションとか、まあ、結構デザイナーズのブランドとコラボすることも最近というか、まあ、多くて、まあ、歴代で見ててもここ10年見ても結構多いんですよ、数あって。そういったアイテムってね、軒並みかっこいいんですよね。かなり惹かれるアイテム多くて、まあ、そのうちの一つだなって感じはもう本当に結構ねビンビン感じたので、僕はこれを買わせてもらったって感じでございます。はい、ちょっと違う色着てみましょうか。結構本当買いなんかどうなんやみたいな、結構本当に友達とかと言っていて、それこそ当日日比野さんとも話していて、まあ、着てみてよかったらなんですけどね、本当に買うかわかんないんですけどみたいな感じで着てみたら、実際実物見てみるとね、このクオリティ結構この切っただけじゃなくて多分1枚追加されてるんですよ。で、1枚布が追加されて、その上にハトメを出してるんですよね。そのデザイン自体も結構かっこよくて、それが結構いいなと思ったのは本当覚えてます。このハトメ部分が全てなんですよ、正直。まあ、そこしか変わってないので、まあ、このハトメのデザインとか雰囲気、まあ、ノリみたいなところがどれだけかっこいいかっていう部分でしか、今回のコラボの特徴ってあんまりないと思うんですけれども、その部分がなんか本当に普通にかっこよかったって印象ですね。なんかコラボってめっちゃ買えるアイテムも多いと思うんですけれども、まあ、これめっちゃ変えてるけど、やってることはシンプルじゃないですか。まあ、袖切って、1枚布出して、ハトメつけてるみたいな。結構シンプルなことなんですけど、それだけでアイテムがこれだけガラッて変わって、まあ、かっこいいアイテムができるんだなっていうのは、ちょっと感動したというか、あ、なんかアイデア一つでほんとすごいことってできるんだなって、っていうようなことも思えたような、まあ、素晴らしいアイテムだなって僕は思いました。まあ、ぜひ気になる方見てみてください。はい、こんな感じですかね。いかがだったでしょうか。今日は、純也渡辺満さんと、愛純也渡辺満さんと、ストゥーシーさんのコラボの、フーディーの紹介をさせてもらいました。かなりいいっすね。僕ね、ハトメって好きなんですよね。シンプルにハトメのデザイン自体は好き。うん。最近コラボのアイテムちょこちょこやっぱ多くて、コラボ自体が多くはあるんですが、その中でもかなり秀逸なアイテムだったと思うんで、ぜひなる方は、まあ、問い合わせてみたりとかしてみてください。ギャルソンに問い合わせるのが一番早いんじゃないですかね。はい、こんな感じで僕いつもファッション系の動画を上げております。もしになってもった方はチャンネル登録と高評価を、内藤のやつをよろしくお願いします。はい。思うこととかあったらね、コメント欄全部読んでますので、コメントもお願いいたします。はい。それでは、まずいのでお会いいたしましょう。失礼します。よいしょ。